バッは古代アルカディア地方の遺跡で、現在のギリシャのメッシニア県北東部の北東、アンドリザイナの南、メガロポリの西にある。バッは岩の小さな谷間を意味する。紀元前5世紀半ばのアポロエピクリオス神殿が良好な保存状態で残っていることで知られている。この神殿は古代ギリシャの主要ナポリスからは地理的に離れているが、 変わった特色を多く持っていることから、古代ギリシャの神殿の中では、最もよく研究されている部類に属する。そして、バッサイのこの神殿は、ギリシャの世界遺産の中で最初に登録されたものである。その建造は、紀元前450年から紀元前425年に位置づけることができる。この神殿は、アポロエピクリオスに封建されたものである。 ギリシャ記を記したパウサニアスは、建造した人物として、ヘファイストス神殿やパルテノン神殿を手掛けた、建築家イクティノスの名を挙げている。パウサニアスは、この神殿を称賛し、その石の美しさと建設の調和によって、テゲアのアテナアレア神殿を除くすべての神殿を、凌駕すると述べている。この神殿は、コティリオン山の中原、海抜標高百三十一メートルのところに、 建てられている。神殿の平面図神殿は南北方向に揃えられており、その正面入り口は北側にある。これはギリシャ神殿の大半が東西方向に揃えているのとは対照的である。このようになった理由としてはいくつかの理由が考えられている。例えば山の斜面に作ったことによる立地上の制約であるとか、山裾から巡礼者が仰ぎ見る。 際の視覚的効果を意識したなどである。土台となる床は 38.3x14.5 メートルで相対的に控えめな大きさと言える。神殿内部の柱は、道リ屋式の柱による集中式が取られており、正面6本に対し側面15本で構成されている。天井は失われているため、中心部はいわゆる青空天井になっている。神殿は、 大理石に掘られたフリーズを除けば全体的にアルカディア地方で産出した灰色の石灰岩が用いられている。ほとんどの主要な神殿と同じように、この神殿にも三つの構成要素を持っている。すなわち、プロノオス、ナオス、オピストドモスである。ナオスにはかつてアポロの心臓があったと考えられている。 バッサイの神殿には、パルテノン神殿に見られる湾曲した床などの、視覚的な生命をやや書いている部分はあるものの、柱はエンタシスを持つ。大英博物館に展示されている全額の一部、この神殿は、ドーリア式、イオニア式、コリント式の三つのギリシャ建築様式が一つになっているという点で、異例なものである。ドーリア式の円柱は外周を取り巻いており、 イオニア式はポーチを支えるのに用いられ、コリント式は内部の本殿に用いられるという形で、各様式が異なる部位に用いられた。なお、この神殿に残るコリント式の中東は現存最古のものである。外部の装飾は相対的にまばらである。しかし、内部はアマゾネスと戦うギリシャ人やケンタウロスたちと戦うラピテス族などを描いた。 イオニア式のフリーズによって飾られている。このフリーズの全額はチャールズ・コックレルによって取り外され、1815年に大英博物館に収蔵された。それらは現在でも大英博物館内のエルギンマーブル近くに展示されている。コックレルはその全額をかたどった石膏模型でアシモリアン博物館の大階段室の壁や、 トラベラーズクラブの壁面を飾り立てた。大英博物館で展示されている伐採の巨大像の足の断片高校遺跡としての伐採神殿について最初に言及をしたのはフランス人建築家ジョアシャン・ボシェで1765年11月のことであった。彼は暫定に別荘を建てていたところでその責任者になったのは全くの偶然だった。ただし、 彼は二度目の調査に戻ってきたときに、傍観たちによって殺されてしまった。チャールズ・コックレルト・ハラー・フォン・ハラー・シュタインは、アイギナで彫像を救い出していたが、彼らが伐採で、さらなる成功を目指したのは、1811年のことだった。翌年、コックレルト・オット・マグヌス・フォン・シュタケルベルクの式で、発掘が始まり、いくつかの部分が出土した。出土品には、で、 大英博物館が落札することになるフリーズも含まれていた。この遺跡については注意深く描かれたスケッチも存在していたが、それは海中に没した。フリーズの彫刻群はまず1814年にローマで出版され、1820年には大英博物館が公式資料を刊行した。他の請求な訪問が、 次々の出版をもたらしたが、完全な形で成果が出版された調査は1836年まで実現しなかった。それを実現したのは、カール・ブリューロフの指揮下でのロシア人考古学者たちである。その発見の中で、最も字幕を引き付けたと思われるのは、現存最古のコリント式中東であったろう。この時に出土した加工品のいくつかは、 モスクワのプーシキン美術館で見ることができる。1902年に、考古学者、コンストンテノウス・コーニアーティス、コンストンテノウス・ローミオス、パナヨティス・コバーディウスらが監督する形で、アテネのギリシャ考古学会による体系的な発掘調査が行われた。さらなる発掘調査は、ニーコロウス・ジャイオレリーズの指揮下で1959年、1970年、 1975から1979年に行われた。テントに覆われた外観伐採について現存している古代の旅行記録で言及したのはパウサニアス唯一人である。このように伐採が都市などから離れた場所にあったことは保存の上でも有利に働いた。実際よりアクセスしやすかった神殿群には戦争などで損壊してしまったものや、 後の時代の宗教建築物に転用されてしまったものも少なくない。伐採の神殿はそうした被害から免れ得たのである。現在の大都市部からも離れているため、石灰岩の妖怪や大理石彫刻に被害をもたらす酸性雨の影響も比較的軽微である。そう入っても伐採の神殿は現在白いテントで覆われており、諸要素からの保護が意識されている。 現在保全作業が行われているが、これを監督しているのはアテネに本拠を置いているアポロエピクリオス委員会である。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。